今日もね、住吉白地にやってまいりました。ゴーゴーチテトライ予定でございます。いや、今日ね、人が多くてね、マッキー混ぜるとこがまあやっとあるかなということで、マッキー混ぜていきましょう。今日はね、こんな感じでございます。オキアミの生半角と、ヒロキュー俺のチヌ、ホワイトベース制覇チヌで、このように残りがちょろっとあるので、ちょろっとと、麦の小、一袋入れていきたいと思います。はい、15時44分。いやー、遅れました。遅れた理由が、いや、もう30分早く着くはずだったんです。だ、途中でこのね、今から混ぜようとしてるこの粉忘れちゃって、一回取り帰ったんで、まあ、完全に約30分遅れました。もう30分早く来てたはずなんですけど、ということで早く混ぜて釣り場に行こうと思います。はい、やってきました、ゴーゴーチテトラ。隣でね、ソイさんがやっております。ソイ名人まだね、さっき来たばかりでまだ釣れてないっぽいですけど、ちょっとね、なんかネイッターが多いのとフルが多いらしいです。いやー、さあ、どちらが多く釣るか皆さんも予想してみてください。多分そういったのは投票率を多いでしょうけど、負けじと頑張りたいと思います。で、今日はですね、まあいつもの感じです。臨海スペシャル、こんな感じ。あんなだかな、 X ガイド臨海スペシャル1とも1号です。5メーターずつ切ってるから、少しずつね、スプールから、これも巻き直したんだけど、あれが、ね、ちょっとずつ減ってる感じですね。で、浮きね、浮きはこれ。これ、木桜のオーチェント60L00 の黄色ね、今日。ということで、ちょっとね、仕掛けを組んで、まだ1頭もやってないんで、ちょっとやってみたいと思います。
ということで1匹目ですね。多分なんかの流れがねちょっと変わったんだよね。今ちなみにソイさんも竿を曲げてるんですけど、30、35、6ぐらいっす。ソイさんの方がでかいわ50近いわ。全然サイズ違う。50ちょいあるかな。50ちょいまで、いや50ぐらいあるわ。でかいでかい、相当でかいわでけえ相当でかいわ。タモ枠なんか全然超えちゃうし。45センチやけんこれ。いやいやいや50いやいや、これが枠がな。あ、枠がね、全然超えちゃう。多分53cmぐらいあるでしょ。はい、すごい尻尾がこう出らん。ああ、やっぱ相当出ちゃうもんな。53cmぐらい、でかいっすね。おめでとうございます。さすが。餌は何ですか。餌はむきみ。やっぱむきみですね。まあ、ちっちゃいです。あ、ちっちゃいですか。でけえ。いやー、さっき釣ったソイさんなんてうかいっすね。53はあったと思います、余裕で。55まではないけど3はありましたねっていう感じの。いやー、なんかね、えらい重そうにやってたなーと思った。バンド上でかいなっていう感じです。なんだよね、同じタイミング食ったのにこの大きさの違いは何ですかね。難しいですね。ということで、潮がですね、今日はまあ変な潮なんですよ。ですね、大体ね、上から2メーターぐらいかな、表面から2メートルぐらいが左に結構こうドーンまでないけど、ストーンストーンっていうぐらい流れてます。左に上は左に流れてます。で、その多分ね、3メートル下、今ね、まだ潮が干潮までないか、潮が上がってきてるけど、まあもう2メートルより下ぐらい、大体ですよ、2メートル下ぐらいがほぼ止まってるっていう感じです。で、さっきね1匹釣れたのも、ガンダムをね打ったんですよ。 5B 出ました。 5B って感じだけど、だから今ね、上の流れでのあれじゃなくて、もう下に溜まってるであろう巻き絵の付近を狙って、5B でドーンと沈めて、しばらくね、仕掛けがなじむとピーンってまっすぐラインが張ります。これで例えば底上が右に流れてたら、 5B ぐらいだったら右にこう流れていくんで、その辺でまあ判断してるかなという感じです。なんか当たったな。さあ、これね、どっちが正解なんか難しいですよね。多分ソイさんは軽めじゃないかな。ここまで重たくない、ないと多分もうちょっと軽めにして流してるっていう感じですね。当たりっぽかったけど、感じが。ということで、ほぼね、真正面からしっかり返ってくるんで、まあ、間違いなく走行上は流れてない。だから、この時本当にね、どう狙うか、あれ、針がね、針がないです。ソイさんはね、そこに入れると、すぐで取られるから、あんまり重たくはしてないっていう風なのはさっき言ってました。そんなに重たくしてないはず。だから自分も、どうするかな、軽くするかな、重くするかなって今ちょっと悩んでいるのでございます。はい、今ね、ちょっと潮がね変わって、底潮がちょっと左に、ややこしいな、
上潮からね、2メーターぐらいのさっきの、ね、左に流れて、そこ止まってるっていう感じでしたけど、今はね、上潮のこの流れがあまりなくなって、そこ潮がこうゆっくり左に流れ出したって感じです。あの、なんていうの、なんか止まりかけみたいな。もう今さらに止まったんで、今ガンダマ全部外して、もう浮きが沈むだけみたいな感じの設定にしてます。まあ、潮が完全に変わりましたね。何もしなくても今もすごい、すごい流しやすいですっていう感じなんですけど、なんだろうな、悟りはいるようですけどね。手前の人はどっちかしたら動いてないね。10メートルぐらいまでは上だけだけど動いてないです。もう底上がこう左にあのゆたーっと流れる感じかなになったんで、まあ釣りやすい。餌取りもねわざわざ出てきたし、でさっきまで一回ねその手前ねこう沈みテトラが1個入ったんですけど、あの沈みテトラがさっき一回すごい濁って見えんくなるぐらい濁ったんですよ。これが今またねこう綺麗に透明感が出てきたんで、多分カメラ映しても映らないだろうけど、沈みテトラがね一回濁りましたね、1時間ぐらい前。それからまたこう透明だったんで、まあ、なんか潮の流れがね変わったんだなっていう感じです。やべえな、今日35、6、1匹だけなんですよ。もう何匹か釣りたいね。カトだけは釣れてますわいや、底上あんまり動いてないな。上上の流れがなくなっただけかな。今軽くして1投目なんですけど、前さんないかな。底上はあんまりやっぱ結局流れてないね。上上がのこうダーンっていう滑りがなくなって、ただちょっと流しやすくなったっていう。竿先をずっとつけっぱなしにしなくても、仕掛けまっすぐなるようになったっていう感じですね。ということで、あと1時間ぐらいかな。そうですね、もう当たらん。今6時27分で、まあ1時間。1時間。まああと1、2匹。もう厳しいんで1匹釣りたいと思います。30センチ以上1匹を。頑張ります。ちなみにソイさんもこんな感じでやってるんですけど、いやマジでソイさん今2匹かな、3匹か自分が来て、そんぐらいですね。頑張ります。はい、ということで、わまたカメラが、はい、まあ、とりあえず1匹釣れましたね。30ね、あ、30はあるか、31、2ぐらいです、30はあるかなっていうぐらいの、31、2ぐらいですね。ということで、ギリギリ釣れました。まだあと1匹ぐらいいそうな気がするね。このぐらいのサイズだと結構あの集団で入ってるんで、もうちょっといそうな気がしますね。はい、ということで、次を狙いたいと思います。
はい、久々に釣れましたね。いや、もうなんだこれ、19時12分。潮は動いてないんで、すごく釣りやすいんですけど、餌取りが多いんで、なんだろう、もうね、浮いた魚を釣るみたいな、多分そこに餌取り溜まってる感じなんですよ。だから、まあ、その、そこに着くまでが勝負みたいな感じです。で、わかるかな？だいたいね、ちょうど40ぐらいです。ちょっと遠近法出ちゃうんだけど、ちょうど40です。ほら、なんか丸くない？ちょっと俺これ以上下がれない。ほら、丸くないこれ。魚体がさ、でかく見えない。お腹のとことか。まだまだなんかのっこみっていう感じのチームじゃないですか、これ。はい。ということで、今日はでもリリースしてるんで、リリースします。とりあえずなんかね、引きは良かったです。こっち持つとちっちゃいんだよね。よいしょ。ということで、それさんもまだやっております。だから、上の方にも餌取りいるんだけど、もうそいつらは無視とまではいかないけど、なんかをね、まあ、その上の餌取りは気にせずっていう感じで今釣ったら釣れましたね。多分2キロぐらいかな。何十秒かわかんない。1分ぐらいで、1分ちょいで食ったと思うんで、そんなに入ってないとは思います。2キロ、3キロか。まあそこ付近かもしれないけど、まあ、そこ付近にこう回転落ちてくるところをチネがこう泳いできて、こう食ったみたいな。まあ当たりバーンと出たんで、まあそんな感じかな。はい、次頑張ります。ちなみに今、オキアミでした。以上です。はい、ということで最後1匹釣れました。これ30ぐらいだろう。35はちょっとないかな。33、ダメだ、遠近法でダメだ。33ぐらいです。はい、よいしょ。はい、今日はねもう帰ろうと思います。といっても時間がねもう割と下がってるからね。はい、見える、19時23分。細井さんもなんか餌なくなった、薪なくなったみたいで帰るみたいなので、自分も片付けして帰ろうと思います。もう暗いしね、別府もう夜景が綺麗だもん。と斜めになるけど。あ、映んねえや。映んなかった。はい、ということで、片付けをしたいと思います。今日はこれにて農館、何匹かな ?3 匹 3匹かな ?4 匹、まあ、メーター入れれば4匹か。以上です。届きます。